抱きしめられて言えずにいた言葉は春のサンシャイン今もまだこの胸に、はい、皆さんこんにちは、ありがとうテレビの時間が参りました。本日6月12日日曜日、11時33分を回ったところでございます。本日はオンラインでのお届けになります。ということで本日のお客様ですね、中小企業診断士の岩崎美紗様においでいただきました。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、岩崎さんはですね、もう過去にスタジオにおいでいただいて、ご出演をね、してもらってるんですけども、もうね中小企業診断士をされているということは、もうね、あらかじめというか大前ですけどもう放送させていただいているので、はい、もう放送させていただいているので、今日はお仕事の内容深くですね、時間はね限られてますけれども、このお仕事の内容ですね、今このコロナ禍でいろいろとね状況も変わってきてますので、その中で、今のね、岩崎さんのお仕事をお話しいただきたいなというふうに思ってます。そしたら最初にですね、まずは、中小企業診断士ということで、コンサルテーションすることがお仕事だと思うんですが、対象のお客さんって、コンサルをする対象って、今どういう感じなんですか、岩崎さん自身の。まずは商店街のご支援っていうのが、ある程度大きな割合を占めていて、はい、それは全国の商店街からもしお声がかかれば、行って商店街のコンサルをするっていう、ざっくりそんな話が一つと、あとは私地元が今大分なんですけれども、大分県の中でまたどんな仕事をするかといえば事業承継っていう、国がそういう施策を今出していて、その枠組みの中で公的支援機関に所属して事業承継の県内の承継のお手伝いをしているので、はい、これが結構大きな割合を占めていて、でそれ以外にはもともとこういう診断士を始めるにあたって、きっかけとなった創業とかですね、創業あるいは経営改善とか、それが、いろんなこう区りがあると思うんですけど、そういうところの中小企業さんのご支援っていう、大きく分けれたらそれ3つかなと、はい、今はどこにボリュームがやっぱり多いんですか。事業承継と商店街かなと、あとは3分の1で、さっきのその創業その他っていうところが3分の1。じゃあ、おおむね均等にそれぞれのお仕事をやられてる感じですかね。はい、そうそう、深さはそれぞれですけれど。なるほど。ちなみにあれですか、今、この3年間、コロナ禍で、非常に商店街さんも、一般の、企業さんも非常に苦しい状況が、それこそ続いてると思うんですけど、どうですかね、岩崎さんの相手をされている企業さん、もしくは商店街さんは、コロナ禍で、どういう状況が今に置かれてるんですかね。商店街が置かれてる状況っていうのと、あとは商店街支援のこう変化っていうのがあると思うんですけど、結構商店街支援って、私、コロナ前はもう、直接そこにお伺いして一緒に街を回って、どんな人がいてこうでああでっていう、でもちろん相手もそういう意味ではもう高齢化が進んでるからですね、若い人がいるところもあるけれど、やっぱりその店主が高齢化してるところなんかでもう対面が前提の支援だと。でそれがコロナで人が来てもらっちゃ困るって話になったので、でしかも県外からっていうのはちょっと困るなっていうところで、結構そういう研修自体がちょっとなくなってきたり、ただそう言いながらも今度はいろんな施策があったじゃないですか、 GoTo なんとかとか、結構その施策に振り回されたり、それに当然ビジネスチャンスだから対応していきたいっていうニーズもあったりして、徐々に研修が復活してるところはあるかな。コンサルのスタイルとしては研修なんですか。研修って言ってるんですけど、実際中身は、コンサルの塊を、研修って呼んでる感じですね。ああ、なるほど。私がやってるものはね。はいはいはい。ああ、なるほど。でも、地味な活動かもしれないけど、積み重ねが成果に結びつくんですよね、そうそうそう、おそらく。そうそうだ、地味なプログラムなんですよ。だから、やっぱり研修って呼ばれています。その古典だから。コンサルする相手は基本そう1人とか2人なんですね。だいたい店主1人だったり、はいはい、ご夫婦でやってたり、社員さん使って手広くやってますっていう人は
いないことはないけど、やっぱり少ない、あの、うん、こういうことを必要とするような商店街だから、だからって言うんですけど、うん、あ、そうですよね。そう、これ課題を感じてる人はもう、あの、いわゆる今、うん、従来型のパパママストアとか呼ばれるような、うん、そういうところが多いかな。ああ、なるほど。まあまあ、あの、その商店街のそのコンサルが一つ、これも結構柱としては大きいなって私は聞いてと思うんですけど、うん、あの、もう一方で、よく、あの、岩崎さんの話をしてる事業承継の話がね、はい、出てくるんですよね。うん、で、まあ、事業承継は、ね、どちらかというとコロナ云々というよりも、その、代を引き継ぐ話なので、あの、どちらかというとコロナに左右あまりされないんじゃないかなと。いやいやいや、コロナにものすごい左右されてますよ。あ、本当ですか？されてる、されてる、事業承継って一口に言っても、うん、あの、種類が、種類っていうか、あ、はいはいはい、まあ、一つは親族内の承継、うん、親子で承継していくっていう、あ、まあ、そうですね、うん、皆さんが多分従来型と思ってるような親族内の承継、うんうん、で、一方第三者の承継、あの、全く知らん、後継者がいなくて、ああ、その身内に後継者が見つからない方が、人に、他人に譲っていくっていうところで、で、この他人に譲っていくときも、全く関係ない第三者、今までお付き合いのなかった第三者に譲っていくケースと、うん、従業員さん、従業員だったり役員だったり、今までうちの会社、うちのお店で働いてくれた人に譲っていく、でも他人ですと、うん、いうケースと、まあ、またこれも2つに分かれるわけですよね。あ、コロナで影響があったっていうのは、まあ、一個はですね、あの、全体的に、全国的に結構そうなんだけれど、でさっきの第三者承継に限って言えば、うん、だから売る側と買う側があるわけですよ。例えば、あの、事業承継の規模感って言ったらどのぐらいなんですか、うん、岩崎さんが関わる規模感。で、私が関わる規模感は、ものすごいちっちゃいんですよ。うん、その、皆さんが、ハゲタカみたいにイメージするような M&A っていうのは、うんうん、そのお金がなんか何億も動くような、そういうのは、私が勤めてるっていうか、そのまあ所属してるところは公的支援機関なので、そういうお金になる案件は来ないんですね。うんうん、お金になる案件は、もうなんとか M&A センター、AA センターとか、そのなんかそのなんとか監督センターみたいな、まあそういうこう、有名な、まあ、お名前のあるところとか、あとは、まあ、銀行さん系で、そういう、しっかりやってるところとかが、うんうんうん、やっぱ手数料費がものすごい高いので、例えば、もう本当、1億ぐらいの規模のところでも、何百万っていう手数料がかかるような。だから、あ、その手数料が高いから悪いわけじゃないですよ。やっぱそれなりにいろんな、あの、こまごまとしたことがあるので、当然だと思うけれど、うんうん、だから、そういう余裕って言うと変ですけど、まあ、有料なところではなく、うんうん、そういうところにフィーは払えないけれども、その事業がなくなったら困る人がいる、うんうんうん、そんなようなところが公的支援機関の出番なのかなと。ちょっと本当にもう従業員ゼロから、はいはい、まあ、まあ100人とかもいないことはないですけれど、うん、でも経営的には厳しくで買い手がつかないようなところとか、うん、なんかそういうところが多いです。だから規模感としては小さい、あ、なるほど、小さいし、なんだったら債務状況、うん、財務状況もちょっと良くないとか、はいはいはい、ははは、買い手側のそのなんていうの、寛容度によってはそれはもっとプラスになるケースがあるわけですよね。あ、要するに買い手は見通しを立てて買うわけですよね、今後の、うん、か、そう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 、でその見通しが立てば十分価値がある。まあ確かにそうですね。でもそういうのを、何ですか、岩崎さんの役割としては、そういうのに、その、気がつかない資産にきちんと気づいてもらって、価値を正しく評価してもらうっていうのも一つお仕事なんですよね、多分。そうそう。だから、そう、あの、もう結構タイミング勝負だったりするんですよね。ああ。ちなみに、あの、今、あの、第三者から、第三者がその、事業承継というか、まあ、買い取るっていう、そんなパターンですけど、はい、で、逆に、その、親族の、その、同族経営で、その、親族に引き継ぐっていう時って、すごく大変なことが多いんじゃないかなと思うんだけど、そういうのってなんか、ここはこう、ここを乗り越えなきゃいけないよねっていうポイントみたいなのあるんですか？お父さんが多いから、まあ、お父さんかお母さん。はいはい、まあ、お父さんお母さんから息子か娘に譲るみたいな、ね、うん、まあ、そういう、うん、あの、シンプルなパターンで考えると、なかなかお父さんお母さんはいつまでも
子供は自分の子供だから、なんかこう、譲れないですよね。だそこの決断っていうのが難しい。で、有料だったらいいかっていうとそうでもなくて、今、有料なところなのになかなかどかない困ったちゃんもいるかもしれないけれど、やっぱその、どちらかというと、自分の子供に苦労させたくないっていう親心から、なかなかどけないっていうケースはあるかな。なるほど。なんかその、でも、お父さんやお母さんが思ってるよりずっと息子さんや娘さんはしっかりしてるケースが多いんですよ、これ。事業承継をその親子に引き継ぐタイミングってどういう感じなんですか？ね、これもね、まあ、人それぞれでしょうが、うん、一応国が推奨してるのは60になったら考えましょうとか言っていて、あ、なるほど。で、それはですね、国の危機感としてなんか20年前の統計と今の統計で社長の会社社長の平均年齢みたいのを出してるんですけど、はいはい、20年前だから40代とかなんじゃない、多分。で、今60代なんですよ。ですよね。つまりだから誰も消費してないわけ。あ、そっか。20年そのまま年取っちゃいましたみたいな。あ、で、そうするとこのまんまそうでいっちゃうと80になっちゃうんですよ、20年後に。確かに、確かに。とか、あとは今70の人は死んじゃうわけでしょ。うん、そうするとその、まあ、そういうこう、まあ、理論上の話でいけば、ちょっと半数の会社がなくなっちゃうんじゃないかみたいな危機感を持っていて、で、今ここ数年、事業承継ってことを話題にして、ガツガツやってるわけですね。ということは、まあ、あの60歳、まあ、ある種あの社会人としては定年の年齢の時に事業承継を考え始めて、5年、10年かけてやっぱ継いでいくから、ね、うん、準備にそれぐらいかかると言われています。うん、ただ今それはもうそんなこと言えなくて待ったなしで1年ぐらいでやっちゃうケースが多いですけど、そう、事業承継の話ですけど、はい、これあの会社の中でも同じようなこと起きてるなと思いますね。うん、ですよね。そうそう、そうだから若いの育たないでしょ。そうだから管理職の人は自分たちの後継者を育てていかなきゃいけないんだけど、うん、でも自分たちはまだバリバリできるから、うん、なんかまだ引き継がなくてもいいんじゃないかなって、うん、錯覚するんですよね。そうだけどやっぱ立場で人を見るじゃないですか、うん、その人は。だから部長さんなのか課長さんなのか平なのかでやっぱり見られ方も違うから、そう、うん、嘘でもいいからその立場に置いてあげないと学べないことっていっぱいあると思う。 ね、そこが親族内はやっぱ親子だから、うん、なんだかんだ言っても目が曇るんですよ。それでその曇るっていうのが必ずしもなんて言うんだろう、だからどっちかっていうと、いや、あの能力がないのに引き上げるっていう話よりは、能力があるのに、まだまだだっていうふうに思うのが、うん、今、私が支援するような承継の現場では多いかなって思いますね。だからしばらく1年、2年並走して、で、私だっていいんだから、ただ、最悪なのは、先祖返りしちゃうケース。あー、そうやって言って、社長を名乗らせといて、うん、なんかもう気に入らないと、やっぱりお前は社長クビやとか言って、会長がまた社長になっちゃう。あ、なんか少ないけど、そういうケースありますよね、大きい会社でも。本当、うん、大きい会社でも見るけど、ね、少ないけどね、そういうケースありますよね。うん、あれは何がまずいかっていうと、株を持たせてないからなんですよ。ああ、そういうことか。お父さん 100% 株を持ってるわけ。それじゃあダメですね。しても、うん、そうすると、自分が気にならなければお前クビやって言って司法書士読んで書き換えることができちゃうから。ですよね、うんうん、あれは本当にやっぱりいろんな意味で最悪、うん、そういう意味では権限を渡すっていうことをきちんとしておかないといけないですよね。そう、だから私はそういう意味では親族内承継で鍵になってるのはやっぱお父さんの決断だと思うんですね。ないしはお母さん、あ、決断して権限を渡すと自分がもう終わりなんじゃないかって思っちゃうんですよね。うん、もうそれで自分はもう、あの、なんですかね、すごろくで言うと、あの、上がり、もう上がりなんじゃないかっていうふうに思ってしまって、ちょっと萎えてしまうようなこともなんか、この先のその自分が萎えてしまうような感じになって、ちょっと怖い感じもするんじゃないかなと思うんですよね。そう。だから終わらないってことを見せてあげなきゃいけないだろうし、その、やっぱ去っていく側に寄り添う人も必要だと。ですよね。なんか、あれなんでしょうね。あの、去っていく側は違う目標を決めないといけないでしょうね、多分ね。うん、
その人生の目標じゃないけど、違うジャンルだったり、違うそのフィールドでの目標を決めて、すっきり渡していくっていうことが、やっぱ求められてるかもしれないですね。うん、それができるといいですよね。そうすると、その、うん、まあ、息子や娘側も育つ。ああ、そう。やっぱり経験してもらわないと育たないですからね。うん、そう。で、そのいつまでも、さっき、いたっていいって言ったけど、じゃあ、いつまでもお父さんやお母さんが会社にいれば、社員はそっちを向くから。向くし、で、いつも気にしますよね。うん、気にしてなんか物が言えなくなったりしますよ、うん、そう、なんかそこのそういうところが親子であると難しいケースは多いかなっていう、まあ、親族内証券に限って言えばやっぱりいろいろとこう会社が傷んでしまったりいろいろこう思うようにいかないじゃないですか、うんうんうん、コロナで世の中変わっちゃったからって時にやっぱまだまだ俺の出番だなみたいになっちゃうのは親族内でもあったかもしれない。なう、ね、もうでも、うん、あれですか、岩崎さん的にはもう、うん、延べ何社ぐらいやったんですか、そのコンサルは。事業承継、多分実績を出したんですけど、年間に100や200は当たるから。わあ。と思いますよ。だって相談だけっていうところもあれば、そうやってこうなんだろう。まあ、自分一人でっていうことじゃなくて、まあ、いろんなチームで当たるところもあるし、やってる。そうすると10年やったら1000ですよ、1000社、延べ1000社。実際問題、例えばうちのセンターで、今年この目標にしてるのは、診断っていう最初の、ね、気づきを与えるところ、もしかしたらそろそろ承継のあれじゃないですかと。承継を考える時期じゃないですかっていう気づきを与えるだけの診断っていうのをするんですよ。でするって私たちがその現場にてするわけじゃなくて、まあ、そういう協力してくれる機関にお願いしてるんですけど、それが2000社。わあ、すごいな。今年は2000社。でも去年だって800かそこらあって、そのうち3割ぐらいは支援をしたはずだから、それでももう200何十社でしょ。わあ、すごい。でまあ、何人かコーディネーターがいるので、単純に3で割っても80だけど、うんうんうん、まあ、そういうわけじゃない、やっぱそれ以上にするから、結構な数ですよ。ねえ、うん、すごい。もうだからデータベースが岩崎さんの体の中に入ってるわけだ。はい、いや、うちはちゃんとデータベースは担当さんがいて、あれでしょう、お話を聞くと、大体ここはポイントだなっていうのが、うん、見えてきますでしょう、もうすでに経験がいっぱいあるから。あ、この会社さんはこういう方向性でやるといいなとか、この会社さんはここを改善するといいなとか、うん、もうそういうポイントはもうパッとこう話を聞いたらイメージができるんじゃないですか。そこまで来ると。そう、イメージは持ってするけれど、やっぱ大事なのは相手の意向なんですよね。ああ、そうか。で、そう、こっちではね、いろいろ見えるんですよ。あ、こここうやって、例えばこういうふうにここを改善して、こうやったら買い手がつくなって思うけれど、でも相場感ってあるから売り買いってやっぱりその事業にこう投じてきたいろんな労力とか思いとか、まあ、あるいはお金とかどっかでこう取り返したいっていうかそういう自分の中でチャラにしたいっていう額と、うん、こちらから見て、まあ、相場的にチャラにできる額とにギャップが大きすぎるとなかなかまとまらない。なるほどね、うん、その結局はね相手次第なんですよね。だけど実はその売り買いの話で言えば条件決めるのは買い手じゃないですか、うんうんうん、まあ、売り手は決めてもいいんですよ、ね、そしたら、そうそう、うん、成立しないから買う人がいなければ買わないわけだ、買えないわけだ、うん、そう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 なんですよ、うん、だけどやっぱ売り手はそう単純になんか工業製品売るのとは違う思い入れがあるから、まあ、そう難しいんですよね。いや難しいし、ね、あとは価値があるっていうだけで例えば結構なくなっちゃうケースもなくはないんですよ、うん、ご相談のある中でなくなっちゃう。そうすると残された人たちの思いと必ずしも一致しなかったり、うん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 、するし、あるいは残された人たち最初はすごい繁盛店で、うん、やってくれる人がいればって思ってたけど繁盛店すぎていろんな人が集まってきちゃって、あ、でもうだってほら亡くなったばっかりでいろいろなね気持ちもあるのに、はいはい、そうするともうそんなんだったら
もう やめたいって言って、もう売ること自体やめちゃって廃業しちゃったり、廃業しちゃったらもうゼロなので、ね、だそういうちょっとこう残念なケースもいっぱいある。昔に比べたら証券の仕事を始めたのは、あのよろず支援拠点に行った時からだから、うんうんうん、7、8年なんですけど、7、8年前ってまだそんな承継って言っても全然人が集まらなかった、うん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 、むしろそんなこと考えてるって世の他の人に知られたら、あの本業に差し支えると思ってみんな遠くまでセミナー聞きに行ってた時代なんですよ。だけど今はそこそこ人が集まる。その事業承継のそのキーワードそのものもあの耳慣れてきてますもんね、だいぶ、うん、そうそう、うん、なんかやっぱ国のおかげじゃないですか、こうやってお金投じていろんなセンター作ったり、ね、広報したり、そうそう、なんかアイドル使って番組作ったりしてるんですよ。そういうところがやっぱあるんでしょうね、うんうん、そんな感じです。またちょっ と少し時間を置いてですね、また事業承継の話は非常にあの興味も思ってくれる人がたくさん出てくると思うので、お話を聞かせていただいていいですかね、はいまた、はい、分かりました。で、あの、はい、ということで、ひとまずここで、終わらせていただきます。で、本日のお客様、はい、中小企業診断士の岩崎美希さんにおいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。